オーバーハンドによるトストスはバレーボールにおいて味方の攻撃を目的としてアタッカーに送られたボールのことトスを上げる動作そのものを指す場合もあるがそれは正確にはセットと呼ばれるトスは主にレシーブに続くボールへの2番目のコンタクトでありゲーム中の多くのトスはセッターによって上げられるオーバーハンドパスで行うことが一般的だがレシーブが崩れた場合など アウンダーハンドパスの送球もある。なお、トスに関わる反則行為にはダブルコンタクトやキャッチボールがある。トスの方向、高さ、あるいは上げ方によっていくつかに分類することができる。アタッカーがタイミングを取るのに十分な高さで上げられたトス。オープントスによる攻撃はコンビミスも生じにくく、バレーボールにおける攻撃の基本と言える。 クイック攻撃を目的として、アタッカーの打点とほぼ同じ高さに上げられた低いトス。クイック攻撃の種類に合わせて、主に A、B、C、D の4種類ある。オープントスとクイックトスの中間くらいの高さで上げられたトス。時間差攻撃等に使用される。両サイドのアンテナ付近へ、オープントスとクイックトスの中間くらいの高さで上げられたトス。 オープントスと比べて、より速い攻撃が期待できる。トスを上げるプレイヤーの後方へ上げられたトス。通常セッターは、味方のレフト方向を向いて、トスを上げるため、ライト方向へ上げるときにバックトスが使用されることが多い。ジャンプして高い位置でボールを捉え上げられたトス。トスの種類を相手に読ませにくくするためや、味方のレシーブが乱れたことによりやむを得ず使用される場合もある。 両手を使わず片手だけで上げられたトス。プレイヤーの体勢やボールの高さにより、両手でのトスが困難な場合に使用される。レシーブが乱れセッターがトスを上げられない場合に、セッター以外のプレイヤーにより上げられたトス。ありがとうございます。